ステートカレッジのダウンタウンペンシルベニア州立大学ステートカレッジはアメリカ合衆国ペンシルベニア州中央部アルゲニー山中に位置する町。同州センター軍最大の人口を抱える自治体である。人口は42,034人。センター軍一軍からなるステートカレッジ都市圏は人口153,990人を数える。 ステートカレッジはペンシルベニア州を代表する州立大学であるペンシルベニア州立大学が本部キャンパスを構える大学長である。1855年にペンシルベニア農業高校としてペンシルベニア州立大学が創立されて以来、ステートカレッジはペンシルベニア州立大学と共に成長してきた。 1929年の世界恐慌とその後の全米的な不況の最中においても、ステートカレッジは大学長であるがゆえに不況の影響を他地域ほど受けなかった。以来、そのことから、ステートカレッジと周辺地域はしばしばハッピー、バレーと称されるようになった。ペンシルベニア州立大学のキャンパスのほとんどは、ステートカレッジの町域内に入っているが、 ユニバーシティパークという町名とは別個の住所を用いてより郵便番号16,802が割り当てられている。この郵便番号は1953年にペンシルベニア州立大学が現象のペンシルベニアステートユニバーシティに改称した直後、同学のキャンパス内に郵便局が開局された際に当時のペンシルベニア州立大学長 ミルトン S ・アイゼンハワーの兄であり、第34代大統領であった、ドワイト D ・アイゼンハワーによって付与されたものであった。また、ペンシルベニア州立大学は、ステートカレッジの地域経済、及び人口構成に、大きな影響を与えている。ペンシルベニア州立大学は、ステートカレッジにおける主要雇用種であるばかりでなく、 多数の学生の存在によって、大学周辺のバーなどの飲食店をも潤している。人口構成の面では、総人口に占める学生の割合が高いため、町の人口の6割以上を15から24歳の年齢層が占めており、また、独身の住民の割合が非常に高い。ステートカレッジ都市圏の治安の良さは、全米でも屈指の水準である。 C 級プレス社参加、モーガンクイット納社による調査では、2009年に、全米で最も安全な都市圏という評価を受けたのを、含め、常に、全米の安全な都市圏の上位に、ランクされている。ステートカレッジは、北緯40度47分29秒、整形77度51分31秒。 北緯40.79139度成型77.85861度、77. 40.79139-77.85861に位置している。ステートカレッジは、アルゲイニー山中に位置し、標高は352メートルである。ピッツバーグからは東北東へ、約190キロメートル。ハリスバーグからは北西、約105キロメートル。フィラデルフィアからは西北西。 約2 7 0トルである。アメリカ合衆国統計局によると、ステートカレッジ庁は総面積1 1 8トルで、全域が陸地である。ステートカレッジの気候は寒い冬と涼しい夏に特徴づけられ、四季のはっきりした気候である。最も暑い月である7月でも、平均気温は、摂氏22度弱、最高気温の平均は、 摂氏28度弱で摂氏30度を超えることはあまりない。一方、最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏3度ほど、最低気温の平均は氷点下摂氏7度ほどである。12月から3月にかけては、ほとんどの日において気温が氷点下まで下がる。降水量は1年を通じて、ほぼ平均的であるが、5月から7月にかけては、 他の月に比べてやや多い。また、12月から3月にかけては、月間13から20センチメートルほどの降雪が見られる。年間降水量は985ミ、mm、リメートル、年間降雪量は73センチメートルほどである。欠片の気候区分では、計算上は、温帯、海洋性の西岸海洋性気候に属することになるが、実際には、 低山地帯という立地条件や冬の寒さ、降雪などから五大湖岸や中西部の大部分に分布する大陸製の亜寒帯湿潤気候に限りなく近い気候であると言える。1973年以降、ステートカレッジはシティマネージャー制をとっている。町の立法機関である、町議会は7名の議員で構成されており、そのうちの1名が議長を務めている。 町は特に選挙区には分けられておらず、7名の議員全員が町全域からの選出となる。町長は、この町議会とは別個に1名選出される。町長、町議員ともパートタイムで任期は4年である。町の行政には町議会が選出したシティマネージャーが当たっている。シティマネージャーは、その管轄下に置かれ、 行政業務を執行する警察、管理、財務、保険、都市計画、公共事業の各局を監督する責任を負っている。また、ステートカレッジ長政府は、センター地域政府議会の一員として、公園、レクリエーション設備への予算計上、建築物検査サービス、地域計画、図書館、消防団、大量輸送機関において、 周辺の自治体政府と共に協力体制を整えている。連邦議会会議員選挙においては、ステートカレッジは、ペンシルベニア州北部、中央部を広くカバーする、ペンシルベニア第5選挙区に属している。1975年以降、この選挙区においては、共和党が強い勢力を持っている。カタバスステートカレッジに最も近い空港は、 ダウンタウンの北約7キロメートルに立地するユニバーシティパーク空港である。この空港は、ステートカレッジのみならず、ベルフォントなど周辺地域の空の玄関口ともなっている。この空港は、ペンシルベニア州立大学が所有しているが、運営はセンター軍空港局によって行われている。この空港からは、デルタ航空がデトロイトへの、ユナイテッド航空がワシントン DC への、 また US Airways がフィラデルフィアへの便をそれぞれ発着させている。ステートカレッジの近くには I-99 が南北に走っている。I-99 は南へはアルトゥーナを通ってベッドフォード付近でペンシルベニアタンパイクに、また北へはベルフォント付近で I-80 に接続している。また国道322号線は アルゲニー山脈を超えてハリスバーグへと通じている。ペンシルベニア州立大学の南西にあるグレーハウンドのバスディーポからはこれらの道路を通ってピッツバーグやハリスバーグに向かうバスの便が出ている。グレーハウンドのバスディーポから北西約4キロメートルにはニューヨークへ向かうドラゴンデラックスのバスターミナルもある。ステートカレッジとその周辺の公共交通は センター地域交通局の運営する路線バス、肩バスによってカバーされている。肩は通常の路線バス17系統のほかペンシルベニア州立大学のキャンパス内を走る運賃無料の路線バス4系統を運行している。毎年7月には、ステートカレッジのダウンタウンで中央ペンシルベニア芸術祭が行われる。 この芸術祭は1967年にペンシルベニア州立大学の芸術、建築学部及びステートカレッジ商業局の講演のもとに始まったものである。芸術祭の開催期間中はダウンタウンの多くの通りが車両を通行止めとなり、通り沿いには絵画、陶器、宝飾品などの芸術作品や様々な飲食物を販売する露店が立ち並ぶ。また、 会場内では音楽の演奏会や演劇も行われる。ビッグ10ンカンファレンスに所属するペンシルベニア州立大学のスポーツチーム、ニタニーライオンズはステートカレッジでは重要な位置を占めている。特に1966年から2011年にシーズン途中までジョーパターノが率いているフットボールチームは全米有数の強豪として知られ、 独立校時代は、マイアミ大学ハリケーンズやネブラスカ大学、コーンハスカーズなどと、1993年にビッグ、テンカンファレンスに加入してからは、オハイオ州立大学バックアイズやミシガン大学、ウォルバリンズなどと、熾烈なライバル関係を築いてきた。ニタニーライオンズのフットボールチームは、ミシガン大学のミシガンスタジアムに次ぐ、全米、 第2の収容能力を誇るビーバースタジアムを本拠地としている。また、同学が所有する野球場、メドラーフィールドは、ニタニーライオンズの野球チームのほかピッツバーグパイレーツ参加のマイナーリーグチーム、ステートカレッジ、スパイクスも本拠地として使用している。スパイクスは、ショートシーズン A クラスのニューヨークペンリーグに所属している。満員のビーバースタジアム。 ありがとうございます。